ゆっくりがお送りする願音実況動画。今回は、完全リニューアルオープンした丸山城改め佐藤城を連邦でお試ししていきますよ。フルマクギンズアンじゃないのマリサもいますよ。そうなんです、めさめさ強いと噂の冬アーマーマーク2欲しくてなけなしのただちけ40枚とかしてやっと銀1枚手に入れたのですよ。銀でも十分強いらしいからよかったじゃないの。なんでギンズでんのんじゃいおかしいやろ。課金しろ全力でだ。足を散歩税なんで銀1枚で十分です。まあ欲しかっただ金本バーザムの金図ゲットできたから多少はね。今回のシンデロスガシャは外れ枠も豪華なんで回して損なし。つうことで今回はマーク2デッキで初動中央から、あ、間違えた。マーク2デッキで初動中央から黒幕でワイトツイしてきます。原作の発音に忠実な実況。いや、これが黒幕ちゃん渾身のライダーキック。なお5連シャッガン捨ててまで積む意味皆無な模様。テンプレ装備だけが願音の楽しみ方じゃないんだからこういうのも一緒。こいつは特性ビーム主機体なんで3点ビームからの3点縦バズをメインにした中距離使用も悪くないぞ。ビームライフルは3点式ながら後期強襲と同じで瞬間火力とリロードが優秀なんでなかなかの性能。ほんじゃ後期強襲でいいやろっていうの禁止な。コスト高い分足回りもいいし、内蔵の3点縦バズが追い打ちに使いやすいんで差別化はできてると思います。初動ネットリ防衛の缶ブムさん絶対許さないまん。そして拠点叩けないで終わる予感。まだ間に合う。ごめん無理だった。何やってんだよ、突は足止めんじゃねえよ。さて、完走した感想ですが、こんなゲームにマジになっちゃってどうするの？以上です。ご視聴ありがとうございました。来週はデイリーチャレンジアゲインで無料期待がしゃべる。早い早い、もう3000全然尺足んないからもうちょい実況頑張ろう。ということで2期目はほぼ戦場で見かけない白幕で来た防衛にリスポンやで。全部クソアニメが悪い。白幕も B3 バズと内蔵縦バズの爆風装備がなかなかに悪くないんで個人的には気に入ってるんすけどね。足の速い銃撃機みたいな感じで全然悪くないな。ただやっぱりシャッガンの弱体がでかいんで現状あんま使われてない機体。薬式も今全然見なくなったからな。とにかく発射間隔が長くなっちまったんでショットガン系は接近するリスクの割には火力的にも DP 的にも中途半端な印象ありますからね。はい、死にました。やっぱ黒幕や幕後みたいな連射シャッガンじゃないと厳しいか。一応白幕にも B3シャッガンはあるけど物足りない印象。つうことでいよいよ今回メインのフルマクちゃん登場。最強イモ機体に震えろジオン兵ども。イモ、前出ろイモ。母連邦伝統の冬アーマーイコール最強爆撃機という方程式により生まれたフルマクに隙はない。たまには冬アーマーガンブムさんのことも思い出してあげてください。とにかくこの2連榴弾という名の4連榴弾 N 型が強い。発射間隔短いんで N だとほぼほぼ4連榴弾ですから。しかも爆発範囲が W 型並みに広いんで当たりやすいのもいいね。エナジオンのルナタ速と同じ榴弾らしいっすよ。今までルナタンでバズしか使ってなかったから榴弾も使い始めたけどいいね。難点はやっぱバカスカ撃つとすぐ弾切れなるとこやね。ただこれあんまり盛りすぎると爆風化するだけで全くキル取れなくてただただ時間過ぎてゆくという非常に危険な側面もありますんで。やっぱ芋だらけで前に出てキル取ってくれる人いないと前線をされるだけの悪循環なんで。味方も一踏み入ってるんでここはもうわしも前でないとね。やっぱ銃撃でも前出るときはしっかり攻めないと。近距離でもジャンプからの打ち下ろし榴弾でなかなかに強い。こういうとこはルナタンとは違って通常機のいい部分。足回りも銃撃機で見た目ホバーとは裏腹に。強襲ブーストなんでジャンプ速度も速くて快適。ブーチャ180とかなり低いものの。そこまで激しく動き回ることもないんでほぼ気にならないレベル。あやせき一気にはいてきちゃいましたね。マップ狭い分防衛は気も早い印象。ということでラストはおなじみの低コスト。
ジムマーク2で中央防衛兵。ただのジム2です。やっぱ低コストも1機は入れとかないとラーメンタイム怖いんでね。まあここはつなぎの低コス機なんで、その間にマリサ3例の新マップ解説を久々に地元に帰ってきた風にお願いします。無理です。やるよ。なんだよこいつ、どんだけ無茶ぶりしても結局やんのな。おめえが毎回振ってくっから、いやいややってんやろがよ。とりあえずめちゃくそ滑るだろうけどお願いしますね。はい、わかりました。ここ城郭都市は初代プロデューサー丸山 P 時代にできたかなり古いマップ。あれー、ここまだあったんだー。めっちゃ懐かしいな。昔はよくここで遊んだんだけどなー。やっぱきつい。あれ、ここって昔こんな狭かったっけ。佐藤 P を得意のマップ狭くするシステムで、拠点間の距離もぐっと近くなって、突やネズミが刺さりやすい構造に変化。中央に流れる川が印象的だったものの、かなり水場は狭くなって中央の通り抜けもできなくなった模様。昔はこの川にもズゴックとかいたんだけどな。ザリガニみてえに言うんじゃねえよ。南北は平坦ながら遮蔽物が増え、拠点オセロしながらの雪合戦会場といった感じ。オセロ懐かしいなぁ。端っこ取った方が有利なんだよなぁ。こいつのオセロに対する知識や。中央は橋がなくなって川の上に城郭跡地みてぇな広場ができて、ここは城壁や坂道が複雑に入り組んで、格闘キルデスやネズミルートとして活用できそう。私も前世でよくこの城で戦ったよなぁ。時代遡りすぎやろ。なんだよ前世ってオーラの泉かよ。スピリチュアルがね、ここスピリチュアルがすごいからね。パワースポットだからね。あなたの前世ヨーロッパのバッタです。テストを言うんじゃねえよ。まあ南北は芋合戦、中央は遮蔽物多めの MS 戦やネズミルートに最適なんで、これかなり楽しいマップなんじゃないか。ただ時間が経つにつれて、初動突もジオ防衛なんかで封殺されて、残り時間芋合戦って流れになってきてるのが不安。初動守った方が有利ってパターンになると、一気に泥沼芋マップって展開もあるかも。なんやかんやで残り7分。依然としてゲージは若干連邦有利。そしてフルマク全力榴弾シュートタイム突入。しかし味方が前線かなり押し上げてるんで、これは突チャンスなのでは。レイムさん、ここはフルマク突いくっちゃないっしょ。榴弾以外の武装もマツゲルのビーマシにマツゲルの内臓にレンマゼラ積んでるんで、マツゲルみてえに火力出せますんで。マツゲルかわいそう。マツゲルにもルナタンの榴弾はよ。押しこっから一気に絶対と突いて、アチョタンクさんちょっとすんません。一気に突いて Z フルモッコにしてやんよ。はい無理でした。やっぱ狭い分拠点踏んでっから、突だとすぐ敵の防衛も湧くな。南北からの突はしっかり人集まって一気に行かないと厳しいね。マップ狭い分突しやすいけど、逆に言うと守りやすいとも言えるからな。ならばこの黒幕ちゃんで中央からネズ作戦と言うても、ユーマゲログ部に速攻返り撃つ。やっぱネズもかなり難しいか。拠点手前まで行けてもほぼ防衛が湧いてるんで、我々程度のネズ力では歯が立たないね。残り2分でゲージ差がかなり追いつかれてきてる模様。ここはフルマクで鉄壁のガードディフェンス力を見せつけてやんよ。榴弾適当に撃つだけで2キル。さらにビーマシ膝つきからの2連マゼラで3キルね。やっぱ火力すげえなこの機体。しかしまだまだ2踏みに来てるジオン兵がいる模様。せっかくも近くに来てたみてえっすよ。あと1分なんとしてでも守り抜く。榴弾シュートでとりあえず絆感じさせてください。結局爆風ゲーなんやなって。おいちょと角持ったらイゲルいるやないかい。さすがにフルマクの足とレイムさんのクソエイムでは追いつけないか。そういうのやめてください。フルマクちゃんも頑張ってるんですよ。レイムさんにもっと頑張ってほしいって言ってんすけどね。案の定返り討ちされたけど、結果的に核潰せたからわし頑張ったやろ。えらい。しかしレイムさん南に身の巻かれてますよ。これは敵のラストと作るのでは。やべえな急げ黒幕。こうなんやもうめったやたらに蹴るしかねえ。いけいけ、格闘防衛見せてやれ。マンサと玉ねぎ蹴り転がすも湯曲げるブンブンで、あとは味方頼む。そしてモリモリ削れてゆく連邦ゲージ。え、うせやろ。え、え、残り20秒で、うせやろ。そのまま普通に死割れ、荒れるチャット。
ゲームオーバー。うわぁ、完全に油断したなぁ。今週連邦左官が全然勝てないパターン入ってもうてるからね。相手への移管生活突入中。ネーム3次音でも退位ですよね。私の適正階級退位でした。全部階級システムが悪い。階級システムは正常です。というわけで奇跡の大逆転負けで今の連邦左官戦場を象徴するような結果でしたね。やっぱ連邦は守らないと勝てないんすかね。マップの方は結構楽しかった印象あるけど、今後初動防衛からのイモリ合いが定石化する可能性も。地を防衛やめてください、死んでしまいます。現在はトワイライトアクシズイベ中でサイコフレーム集めるいつものやつです。お、マクツの B3 シャッガンにオプションきたな。だがすでにスプシュ5パーついてるからいらないね。ほんでは皆さんお疲れ様でした。来週はデイリーチャレンジアゲインで無料期待ガシャイベントある模様。噂の新200コス期待も登場でどうなるか。ちなみにプロトタイプジムキャと R3S ザクは店売りもされるらしいんで、イベガシャ回さなくても手に入るらしいですよ。そしてゴーゴーガシャコンなるものが期間限定で登場。ガシャアイテムが全部で55個なんで、お目当てのキンズが手に入りやすいガシャみてえっすね。設計図は来週調整の入る期待が出るらしいよ。ほんでその調整内容は、ブルー3号のエグザムやアサルト3のランスにモードチェンジ追加。そして F 回に一等武器追加で、ついにブルー1号と肩を並べるのか。などなど、一等になってもエグザム格闘が二段式な可能性も普通にありますからね。もう騙されねえぞ。あとはピックアップ更新とピックアップ値引きのいつものやつです。ニューガンサザビーにタンクトーリスト、なかなかのラインナップ。つうことで調整期待と新低コス期待を待ちつつ、また次回。